皆主様の号令を待っています。よ、知っている。魔人ディアボロスの復活、英雄の子孫、そして悪魔月の真実。本当に美しい光でした。我らの名を語る愚か者ども、うまく痕跡を偽装しているようですが今日も私は美しい、完璧。運命を変える力、自在に姿を。主様、私は必ず勝利してみせます。おはよう、ベータ。おはよう、イプシロン私のここに主様の熱い視線がそんなはずありません。何かの勘違いです。勘違いではないわ、ベータだってわかるでしょ。おはよう。どうかしたかしら。たところかな。光栄です、アルファ。はっ。いつの間に。あなた方には扉が閉じるまでの間、おとなしくしていてほしいだけ。さんくさ、わかるわ、その気持ち。あの世へだ。インペノムよ。何か見たか、恋ハゲ。やはり知っているな。足静かだ。デルタ、殺すのは情報すべて聞き出した後と言われていたでしょ。イプシロン様、平気よ。これは一体。女神の試練と同じようなものでしょう。私たちに反応し現れた記憶。私たち、私たち悪魔月に主様と出会えなかった私たちか。でも所詮は記憶、持ち帰るのは難しいでしょう。全ては主様の英知のおかげよ。中心に近づくほど魔力を吸い取られる仕掛けといったところかしら。魔力潜入にはいつもより気をつけなさい。何かあったかしら。調査は終わりました。いつでも出口が作れます。結構追ってくるのかしら。聖剣は蒸発しました。魔力の核のサンプルは蒸発しました。それを成し遂げられるのがシャドウ様ですから。ディアボロス教団に対抗するためには組織の拡張。夏っぽいドレスに見せてスライムで持った胸やら足やらはきっちり隠している。さすがは緻密のイプシロン。まさか主様が聞いていらっしゃるなんて、お恥ずかしいです。はい、主様に教えていただいた数多の曲の中で私が一番好きな曲です。作曲家。はい、月光に始まりトルコ行進曲子犬のワルツ、貴族たちにも好評で王都の音楽賞ももらいました。今回は特にいい仕事ができると思います。ローズ王女ですか。その件はベータが担当しておりますので詳しいことは。それだけ分かれば十分だ。